株式会社サク,ラクレパスは、大阪市中央区森の宮中央に本社を置く文具メーカーである。1921年に、佐竹林蔵が佐々木正興ら義経と共同で、サクラクレヨン紹介に解消後、1925年に、世界初のオイルパステル、クレパスを発明。1934年に、クレパス本舗桜紹介と解消。 1970年に現在の社名となる。代表的商品には、クレパスのほか、1950年発売の半透明水彩絵の具、マット水彩や、1973年発売の全新色鉛筆、クーピーペンシル、1982年発売の世界初の水性顔料インクサインペン、ピグマ、1984年発売の世界初の 水性ゲルインクボールペン、ボールサインなど、新開発の商品が多い。画材は、学童用品が主であるが、創業直後は、油絵具の製造もした。1970年に、専門家用画材の、ヌーベルブランドを、発足。1991年に、オランダの老舗絵の具メーカーロイヤルターレンス買収後は、関連会社のターレンスジャパンが、専門家用画材を販売している。 その他、消しゴム製造のラビット社、鉛筆製造、緑会の会員企業。創業者の佐竹は、元製造学園教師で、山本かなえの自由が教育運動に、フレコク産画材製造のため独立、創業、退社後に教育美術振興会などを創設、美術教育に貢献した。経営は1937年の西村才二郎、社長以降、 1940年の西村俊一、1981年の西村定一、2014年の西村彦四郎と西村家による同族経営企業である。西次郎は京都の老舗御福町千春を営んだ実業家、衆議院議員、京都商工会議所会頭を務めた西村自平の子であり、文家をなして桜クレパスほか大丸などの重役を務めた。 また藤山愛一郎の娘婿として知られている。西村健造は、定一のおじにあたり、定一の妹は、元皇族の国長建てにとついでいる。桜ハイクレーパスクーピーペンシル、清水康子、日本の油絵具発達し、桜クレパス、2013年10月、2015年3月10日、閲覧。人事更新録、第3版人事更新書、1911年。 236NDLJP779,812296 西村次平デジタル版日本人明大辞典プラス講談社2016年12月3日閲覧人事更新録第12版下人事更新書1939年246ページ n d l j p 二千九百九十一 491人事更新録第8版人事更新書1928年 247248NDLJP21271241213114P2007 クレパスとクレヨンの違い画材の違いについて株式会社桜クレパス2010年10月15日閲覧 亀川学絵の具講座クレヨンパス、j ジャパン、ソック、カラーマータ、75、PP、500から504、2002、色彩協会。ありがとうございます。